ません。はい、いらっしゃいませ。一人です。あ、どうぞこちらに。はい、メニューなんです。こちらフードメニューで、こちらランチメニューで、ちょっとドリンクメニューになります。本当は大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、お決まりになりました。お願いします。あ、すいません。はい。はい。アクエリ。はい。アクエリ。一つください。はい。すいません、こちらにあるメニューでお願いします。あ、はい。はい。あ、アクエリ。はい。あ、すいません。あ、2つ。はい、アクエリアスですよね。はい。はい、すいません。当店はアクエリアスなくてですね。すいません。あ、はい。あ、ないんですか？はい。こちらに書かれているやつだけがある。はい。あー。わかりました。じゃあ、缶のアクエリ。あ、は、はい。まだないです。はい。すいません。2つで。はい、ないです。はい。え、はい。あの缶のアクエリですよ。500の。あ、ないです。はい、すいません。あの普通の500じゃないですよ。はい。はい。あの350の絵柄が書いてて、上に白くプラス150って書いてる500の缶のアクエリに。あの自動販売機であるやつですか？あ、はい。あ、それ2つで。あ、そうやったら自動販売機で買って来られたらいいかなと。すいません。あ、じゃあお願いします。いや、そういうサービスはないので、すみません。当店アクエリアスはなくてですね、すいません。アクエリないんですか？はい。あのスポーツドリンク自体が置いてなくてですね、ちょっとハワイアン町のカフェでございまして、はい、ちょっとアクエリアスは置く余裕がなかったもので、はい、すいません。わかりました。はい。じゃあ黄色いアクエリ。とにかくアクエリアスがないので。ああ、違います、はい、違います。今売ってるビタミンの黄色いアクエリじゃなくて、はい、レモンの黄色いアクエリ。ああ、青の色違いみたいなパッケージね。あ、昔ありました。あ、そうです、はい、はい、それすいません、2つお願いします。ないです、はい。当店アクエリアスないので、はい、すいません。あれでしたら、はい、お帰りください。すいません。あ、じゃあ、あるアクエリで大丈夫です。あ、アクエリが一つもないので、はい。こちら、じゃあ、500の缶のプラス150って書いてる黄色やけに、それ多分一番ないやつなんです。はい。ソフトドリンクですか？じゃあ、はい、コーヒーか、紅茶か、オレンジジュースかコーラになってますんで。はい。じゃあ、アクエリ？あ、ないです。はい。コーラやったらありますけど。350の黄色い缶のアクエリでいいです。それやったら自動販売機で買ってきてください。はい。ないですよ。そんなんないですよ。見かけないですもん。じゃあ、だから店に来てるんじゃないですか？いや、じゃあそれだとしたら店選び間違えてます。じゃあ、青い500の缶のアクエリでいい？ないって、だから。すいません。え？オレンジジュースでよろしいですか、じゃあ。いや。え？いや。あ、じゃあ、コーラにしますか？いらん。じゃあ、アイスコーヒーにしますか？いらん。アイスティー？いらん。オレンジジュース？いらん。ウーロン茶？いらん。アクエリ？いる。あ、アクエリないんです。アクエリいる。アクエリないんですよ。はい。え、あの人のあれアクエリじゃないですか？あれはコーヒーです。で、透明のやつ、お冷やです。これです。はい。どうしても黄色いアクエリが飲みたいんですもん。店内ですいませんけど、これを。はい。どうしても黄色いアクエリ飲みたいです。あ、もうないので、はい、すいません。500の、ないです。全部塗られた500の缶じゃなくて、350だけプリントされてて、上にプラス150って書いてる、黄色い缶のやつみたいです。なんか、昔ありました、赤字で150、プラス150って書かれてたやつ。そうね、それどうしても飲みたいんですもん。絶対ないんです、はい。こんな、絶対ない。この店でカンカン出さないんで、はい。どこにあるんですか、じゃあ。あ、知らないです。どっか遠くの山の方行ったらありますよ、古い。山にしかないんですか？いや、わかんないです。いや、僕のイメージです。すいません。全然見かけないんですよ、最近。自動販売機の押すとこがちょっと古いタイプの、なんかこう、ブカッてこう押すタイプの。ああ、はいはいはい。はい、その自動販売機自体見かけないじゃないですか。まあ、だから、なんか温泉街とか。温
泉があるなんか登山の山とか行ったらそんなとこ走っていけないでしょ、なかなか。あ、なんかそういうお仕事なさってるんですか。あ、カメラマンです。あ、あ、そうなんですか、はい、はい、すいません、あのもしあのこちらね、あるメニューをご注文いただけないのは帰っていただけたら、整理代払うんで買ってきてもらったんです。そういうサービスしてないんで、はい、お願いします。はい、あの他のお客様にも迷惑になりますので、はい、あの、あれたちはオレンジジュースにしましょうか。じゃあいらん。ウーロン茶いらん。アイスコーヒーいらん。アイスティーいらん。アクエリいる。コーラいらん。コーラいらん。アクエリいる。オレンジジュースいらん。ウーロン茶いらん。ポカリスエットいらん。ポカリスエットいらん。ポカリいらん。コーラいらん。オレンジジュースいらん。アクエリいる。アクエリアスいる。アクエリアスいる。ポカリスエットいらん。ウーロン茶いらん。アクエリいる。黄色いアクエリいる。黄色いカンカンのプラス150って書いてるアクエリいる。コーラいらん。アクエリいる。黄色いアクエリいる。ポカリいらん。アクエリいる。ポカリいらん。アクエリいる。ポカリいらん。アクエリいる。アクエリいる。ポカリいらん。黄色いポカリ何。すいません、あの本当にすいません、あの他のお客様に迷惑になりますので。はい、はい、どこに黄色い500の缶のアクエリがあるかっていう情報もないですわ。あのないので、当店では、当店というかもう多分あれ発売されてないと思うんですよ、もう。あの他のお客様に迷惑になりますので。あ、アクエリいる。コーラいらん。ウーロン茶いらん。オレンジジュースいらん。アイスティーいらん。黄色いアクエリいる。アクエリいる。ポカリいらん。ポカリセットいらん。アクエリアスいる。アクエリいる。ポカリセットいらん。ポカリいらん。アクエリいる。アクエリアスいる。絶対間違えないですね。ってことはもうほんまに欲しいんですね。ほんまに欲しいんですね。ごめんなさい、取り乱しました。あ、でも全然あのあのとにかくうちにはないので、はい、なんか僕もちょっとなんかちょっと胸痛くなってきちゃって、はい、はい、大丈夫です。すいません、あの今後置くようにしますので、はい、はい、何も頼んでないのでお代は結構ですよね。はい、構いません。あの多分その探してらっしゃるのはないので、はい、プラス150のやつは、はい、どっかで僕も何やろうなと思いながらずっと探してて。大人ならなあかんなと思いました。ありがとうございます。お仕事頑張ってくださいね。はい。カメラマンってテレビとかですか。あ、違います。あ、写真。あ、違います。あの、まああのハード系のロケのカメラマンです。フルマラソン走ったりとか、あの富士登山とかの時についていくカメラマンです。ああ、あのランナー。あ、そうです、並走する。たまにタレントさんが挑戦したりしてるの。あ、そうです、そうです。え、24時間テレビとかやったことあるんですか。あります。すっげえ。あれ正直僕らの方がしんどいですよ。そういう時はアクエリが一番なんです。すみません、あの他のお客様の迷惑になりますので。はい、すいません、ここちょっと狭くて僕ふくらはぎパンパンなんでちょっと窮屈でした。ごめんなさい、お騒がせしました。すいません。すいません、失礼しました。すいませんでした。失礼します。すごい。カメラマンなんですね。だからこうやって、タレントさん撮るときにこうやって。だから、後ろをおばしに。あ、すいません。すいません、最後に。すいません、ありがとうございました。
ここにあるやん、あるやん、ないって言ったのに、あの人やっと見つけた、やっと見つけた、やっと見つけた、ここにあった、ここに、あるやん、あるやん、値段一緒なんですよね、これ。一緒です、一緒に探してくれます？探します。この辺に上向きあるってことですから、多分。あ、はい、行きましょう。あ、ま、前向いて走った方がいいですよ。いや、こっちの方が慣れるんですよ。あ、本当ですか。あ、危ないですよ。危ない。